こんにちは、マーさんです。いやついにね、手に入れられましたよ。よかったよかった、変えた変えた。ラデオン RX6800XT っていうね、アスロックさんのリファレンスモデルになります。今回とりあえずリファレンスモデルからってということで、いろんなメーカーさんから同じモデルが出ています。でこれアスロックさんのサイトから取ってきたんですけれども、このスペック表はね、今日出たやつは全部一緒ですよね。はい、今回アスロックさん買ってきました。でなんかおまけついてたんですよね。これ何かなって開けてみると、そう、こんなん入ってました。なんかこれ先代のビデオカードに似てますよね。USB メモリーみたいです。ね、なんか握りつぶしたような跡があるっていうね、先代のビデオカードですよね、これきっと。はい、じゃあ開けていきましょう。さあ、パカッ。お、意外と簡素というか、そうですよね。オリファンモデルじゃなくてリファレンスモデルなんで、全部一緒ってことで、こんな感じ、どこもこんな感じなんでしょうね、きっとね。で出てみると、おお、なんかかっこいい、かっこいいですよ。赤の縁取りがあって、ね、ゴテゴテしてなくて、なんかシンプルでかっこいいですよね。背景はなんか横から出てきそうな感じのね、いかにも形をしてますね。でファンは3つですと。で、端子はどうなってるかっていうと、これね、カバーついてるから見えないですけど、HDMI 1個と DP が2個と USB-C が1個という形になっております。裏側こんな感じですね。あ、そうで、これね、3080と違って2つで済むっていう。わあ、これ素晴らしい。で、3080 EVGA さんのやつと比べてみると、いや全然大きさ違いますねっていうか、長さが違いますね。これ小さいケースで使うんだったらラデオンの方がいいかもしれない。てかサイズの問題だったらあれだね、3080のちっちゃいやつでもいいかもしれないですね。もうおかしなこと言ってしまった。はい、でベンチ台につけていきます。あ、でもやっぱり EVGA と比べるとちっちゃいのがまたわかるな。さあね、2つで済む、もう何回言えばわかるんだって感じですね。さあ、これを挿していきますと、これ皆さんあれうまく挿せます？私これ電源先ガスは割れてるじゃないですか。あれうまくね、私いつも挿せないんですよね。不器用なのかな。はい、ということでスイッチオン、ね、ラデオンっていうところが赤く光るんですよ。でもね、それだけ、シンプルですよね。リファレンスモデル、いかにもリファレンスモデルって感じでですね、これからベンチマークをしていくんですけれども、この前提をお話しします。まず組み付けるのが、長尾製作所さんのオープンフレームの ATX のバージョンで、グラボはね、もちろん今回買ったラデオンをつけていきますと。で、EVGA とちょっと比較していくんで、そこのところ覚えておいてください。で電源はサーマルテイクの 850W の電源を使います。で、冷やすのはですね、コルセアの簡易水冷 H115i Pro というものを使います。あれ ?CPU 書いてあったっけ ?CPU、Ryzen の 5950X です。で、コルセアのメモリー。で、あと、ASUS の ROG Strix X570E ゲーミングのマザーボードを使っています。でですね、今回、Windows のバージョン 20H2 っていう、この最新のバージョンですね。これを使っています。で、マザーボードのですね、BIOS が、2812っていう11月4日に出て一番新しいバージョンを入れています。
で、まあ、この SAM っていう、なんていうの？ SAM？ SM？ このスマートアクセスメモリーっていう機能をオンにしないといけないらしいので、この PCI サブシステムセッティングスっていうところの中に入っているメニューで、まあ、それを有効にしますと。で、これ AMD さんのサイトから取ってきたんですけれども、もう説明文そのまま読んじゃおうかな。プロセッサーから一度に一部のグラフィックメモリしかアクセス今まではできなかったということで、システムパフォーマンスが制限されていたのが、まあ、今回のスマートアクセスメモリーという技術で、まあ、CPU と GPU の間のデータチャンネルが拡張されて、まあ、最大限に活用できるようになったということで、これは AMD 固めだからこそできる技術だというふうに私は理解をしております。ね、AMD でよかったねってことですね。はい。で、今まで NVIDIA のカード使っていたんで、ドライバー抜いていきますということで、まあ、これ有名なソフトですね、 DDU ってやつで、ドライバーをアンインストールしていきます。はい。で、次は AMD のドライバーですね、アドレナリンをインストールしていきますと。まあ、正直言ってですね、久しぶりだったんでちょっと使い方をあんまり覚えてなかった部分がありましたけれども、まあ、今こんな感じなんですね。結構現代的な、インターフェースになっていますと。で、システムメニュー、グラフィックスメニュー、ディスプレイメニュー、まあ、いろんな設定をするところがありますというところで、これビデオメニューの中で、まあ、カスタムの中に昔フルドモーションっていう中の動画をカクカクじゃなくて綺麗に滑らかに再生してくれる機能があったような気がするんだけど、今ないんですね。はい。で、まあ、これはパフォーマンスのチューニングで、今回はですねプリセットでバランスっていうのを使おうというふうに思ってます。で、グローバルグラフィックスのこのプロファイルは標準を使います。これで、ベンチマークをしていくと思います。はい。ということで、ベンチマークラデオンは、RX6800 で、NVIDIA は RTX3080 で、今日は3つ FF14 と15と、それからマイクロソフトフライトシミュレーターをやります。左が、GeForce で、右がラデオンですね。はい。まあ、皆さん熱心に多分数値を読んでくれていると思うんですけれども、まあ、なんか似たような感じの数字なのかな。まあ、でもちょっと GeForce の方がなんか FPS 出てる気がしますよね。ちょっとね、ちょっとだけかな、ちょっとだけだけど、でもやっぱり3080の方がちょっといいのかな。うん、そうですね、10ぐらい場面によっては違ったりする感じですね。ということで、点数としては GeForce の3080の方が 15,009 で、ラデオンの方が 13,737 ということで、まあ、ちょっと違ったかなっていう感じですね。まあ、GeForce の方が点数的には良かったです。で、次は FF15 ベンチですね。なんかこれも、まあ、ちょっとは違うけど似たような感じ。あ、でもやっぱりこれも GeForce の方がちょっと FPS で出てる感じですよね。うん。もうちょっと見ていきましょうか。これよく見てみたら、あれですね、CPU の利用率が GeForce と Radeon で違うんですね。GeForce の方がなんか常にちょっと高めな値が出てる気がする。これは AMD 同士だからうまく使えてるんですかね、CPU は。うん。どうなんだろう。でも FPS は3080の方が出てますね。
で、まあ、激しい戦闘シーンだとどうなんだろうというところで、まあ、こっちでもやっぱりなんとなく3080の方が、滑らかにというか FPS が出てるという感じですね。で結果は、GeForce の方が7629で、ラデオの方が6697ということで、あれこれ1000ぐらい違いますね。どうしちゃった。さあ次、まあ、私ああいうゲームは実はしないんですよね。もう最近フライトシミュレーターばっかりやってるんで、これでやりますですね。前の動画では AI 飛行できないって言ってたんですけど、飛行場と飛行機の種類によっては実はできることが分かりました。で、羽田と羽田でダイヤの TBM930 っていうこの飛行機を使うとですね、 AI 飛行できることを発見しましたんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。ただ羽田と羽田なんで結構低空飛行をずっと繰り返すパターンです。で低空飛行だと、まあ、傾向として地上の建物をいっぱい描写しないといけないので、FPS が結構低めに出る傾向にあるなというふうに思いますですね。私これは正直ラデオン頑張ってんなって思ったんですけど、あんま変わんないんですよ。で、まあ、FPS 的にちょっと、まあ、10までいかなくても5とか6とかなんかちょっと低めに出てるような感じはするんですけど、なんかちょっと動画で伝わるかわからないんだけど、なんだろう、滑らかさというか途中でカクって止まることが3080まれにあるんだけど、ラデオの方はねそれがないんですよ。なかったんですよ。これはメモリが多いせいかな、何なんだろう。でも FPS はほんのちょっと3080のが上ですね。でもまあフライトシミュレーターあんまりそこ関係ないっちゃ関係ない。まあでもそれ言ったらね、このベンチマーク何のためにしてんだって話だから、まあちょっと身も蓋もないんですけど、例えばこういうシーンだと、もうちょっと待ってみると、ラデオンの方が数字が良かったりする場面がある。うん。ここら辺だとね、まあ一緒ぐらいか。ね。今だと3080の方がちょっとだいぶ下がっちゃってますよね。で、ラデオンの方がだいぶいい数字になってる。で、だんだんまあこれ、着陸するシーンになってきましたけれども、まあ、ここだと、まあ、4とか5とか違うぐらいの、差になってますね。うん、いやそれにしてもなんかメモリの GPU のメモリの使用量が3080は、ね、10メガだから 8.8 10メガ違うわ、10ギガだから 8.8 ギガしか使ってないけど、6800の方はふんだんに使ってますね。まだまだ余りがある感じ。いやーいいわ。なんかこれ見てるとまだちょっと余裕があるなって感じですよね。で、まあ、着陸直前のシーンでもまあちょっと3080の方が上だけど、まああんまり変わんないなっていう印象です。でこれね、3080の方を見といてください、ね、AI の運転だとちょっとね滑走路からずれちゃってるんですね。なんで滑走路の脇の草っぱらに着陸をします。うん、なんか AI で自動操縦できると思ったんだけど、なんかちょっとだけこういうところなんかねバグみたいなのが残ってるのかもしれないですね。はい、ということで、まとめです。ラデオン、まあよく言われることですけれども、まあドライバーが熟成されるのに時間がかかりますということがありますので、まあ現時点でのドライバーは
まあ、あんまりまだ最適化されてないというか、完璧じゃないと思うんですよね、まあ、特に NVIDIA と比べると。でもその段階でもあのフライトシミュレーターとかだと、まあ、そんなに遜色ない数値が出ているし、まあ、場合によってはあのいい数字が出てたり、まあ、あと滑らかさとか、 なんかその息継ぎみたいなのがないみたいなところでは、むしろラデオンの方がなんか良かったりするかもと私は思っています。でちょっとまだあの詳しいセッティングとか煮詰められてないし、あのまだ今日ね買ってきたばっかりなんで断定はできないんですけれども、なんかいいかもってちょっと思ってますね。あのドライバー熟成とセッティング煮詰めるっていうのはちょっとねこれからずっとやっていきたいなっていうふうに思います。はい、ということでめちゃくちゃ長い動画になっちゃったんですけれども、あのご視聴いただきありがとうございました。あのぜひぜひもう本当にお願いします、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。